今回は鳥取砂丘への海外の反応です。砂丘の規模は南北 2.4km、 東西 16km。 ちなみに日本最大の砂丘はこの鳥取砂丘ではなく青森県にある猿ヶ森砂丘なんだそうです。ただその大部分は防衛省の管理地なので一般人の立ち入りは禁止されている。知名度的に日本を代表する珍しい風景の一つといえる鳥取砂丘。外国人の反応は、さて